はい、こんにちは、かけまるです。今日はリプトンさんの生姜レモン紅茶の動画レポートになります。夏場ちょっとクーラー効きすぎの時とか良さそうですよね。あとは風邪ひきの時と、それでは原材料名の方なんですけれども、砂糖、加糖ぶどう糖、液糖、レモン果汁、蜂蜜、紅茶、生姜エキス、増粘剤ということですね。その下カロリーの方なんですけれども、1本あたり96キロカロリー、やや低めでしょうか。砂糖が入ってないんかな、蜂蜜使っているんでカロリー低めということなんでしょうか。あとはこちらですね、エクストラショット生姜レモン紅茶、リプトンが厳選したインフォレスト、すみません、ちょっと噛み噛みなんですけれども、 100% 塩、生姜の程よい刺激とレモン果汁を蜂蜜によって優しい味わいに仕立てましたということです。どんな味がするんでしょうか、楽しみですよね。それでは早速お味の方をチェックしてみたいと思います。はい、中身の方なんですけれども、なんか生姜がめっちゃ効いてるような感じの色合いですね。紅茶というよりもなんか、ちょっと違う飲み物のような気もいたします。それではお味の方チェックしてみたいと思います。あー、美味しいですね。さすがにリプトンさんという形で、口当たりは、そうですね、レモンティーですね。で、蜂蜜ですごくまろやかな甘さになっておりまして、現在喉越しですよね。飲んだ後に生姜をふわっと感じるという喉越しですね。美味しいです。ちょっともう一回チェックしてみますですね。蜂蜜の、そうですね、量が絶妙にいい感じで、すごくまろやかに気分リラックスしていただくことができますね。かなりいいんじゃないでしょうか。リプトンさんの生姜レモン紅茶です。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。